ビバント2考察、流星量、心情、テントのモニターは坂井正人のぎに粛清されるのか確かにあった4つの黒シーンとガチンコ不手際場面。9月17日、坂井正人49主演の連続ドラマ、ビバント TBSK がついに最終回を迎えた。の一員の員ビバントは自衛隊の影の、坂井を主人公に描かれる。 半沢直樹で演出を務めた TBS の福沢克夫氏が原作、監督を手掛けるオリジナルドラマ。79分 SP で放送された最終話では謎の組織、テントの工作員モニターが日本の記者これまで視聴者の間で疑われ続けていた美行が下手な警察官であることが発覚。最終回の終盤に絶大なインパクトを与えた。 警視庁公安部の野崎森、安倍博士59の部下である新庄幸太郎、流星良30がモニターのゴンベキ、役所工事67と幹部らが日本へ移送されて法の裁きを受けるはずが、新庄の手引きで特別留置所の警備システムが切断され、脱走。そのままベキラは真の復讐相手である元公安部開示課課長で、 内閣官房副長官の上原志郎というまたもや驚きの展開でした。テレビ紙編集者以下同。新庄は、偉大なるべきのお役に立てたのなら幸い、とべきに告げ、他国のモニターとの連携もとっており、ルートは確保しています、と、国外逃亡を図る旨を伝える場面で出番は終了した。社会人期待の声が大きく、ニュースポストセブン。 では2025年7月クールに放送が内定しているとも報じられているだけに、シーズン2での暗躍に期待したいところだ。心情は、履行の失敗など別班にとって都合の良いミスをするという理由で別班最終話で正体が発覚したことで、多くの視聴者がこれまでの不審な描写の数々を、あれは伏線だったのか、と答え合わせを楽しんでいます。 まず、第2話で心情が乃木を意味深に見つめていたシーンだ。当時は謎の言葉だったザイールが発したお前,お前推理により、別班の現地なまりだと発覚したシーンだったが、このシーンで心情は乃木を疑わしく睨みつけていた。当時は心情も別班説などが囁かれていたが、テントのメンバーは基本的に別班の存在を知っていたことも踏まえると、 実際は、新庄さんと乃木さんが顔を合わせたじゃん。ちょっとそこは気になってた。新庄がこの役職だからにはで、遊女に別班の疑いがかけられてた時に、あの顔したのねなるほど。といった声が SNS にも寄せられている。